皆さんはじめまして、琴の葉あかねです。双子の妹の琴の葉葵です。まず自己紹介です。琴の葉あかね、18歳、関西在住歴が長かったので関西弁が抜けないです。双子の妹琴の葉葵、18歳です。優しい性格だが、姉のあかねよりしっかり者と言われています。このチャンネルでは関西弁と標準語の組み合わせはついなちゃんがいるし、私たちは採用されないと思っていたけど採用されたね。うん、ボイスロイドシリーズは今後 AI ボイスへ移行していきそうなので、今後に備えて AI ボイスの私たちが採用されたわけだよね。ゆずきゆかりさんとキズナあかりちゃんも AI ボイスで採用されるらしいね。 AI ボイスの新機能で関西弁のゆかりさんも可能になるみたい。私とフュージョンする必要があるけどね。さて、今日のお出かけです。少し前に激安アクションカメラで新緑を撮ってみたをアップしてるけど、同じ日に取材した動画です。庄内緑地から堤防に上がり、少し堤防を歩いた後、堤防の外の住宅地へ降りてきました。この先にあるのは星神社。毎年8月7日に盛大な七夕祭りが開催されるそうです。御祭神は大名無知の御子と大国主の御子との別名、雨の加賀瀬面神、剣牛星、食女星。ずっと前に七夕神社を取材した時にいろいろ調べていて、この星神社を知りました。いつか来ようと思っていて、ついに今日来ることができました。実は星神社には駐車場があるので、庄内緑地の帰りに寄ってもよかったのですが、健康のため庄内緑地から歩くことにしました。駐車場が見えてきました。無料ですし、星神社参拝のみならこちらを利用するといいです。屋根のついた鳥居は珍しいね。それに下は石で、上の方は木でできてるハイブリッドな鳥居やね。木と石の接合部分はこんな感じ。主祭神が大名無知の御子と大国主の御子と、つまりは大黒様だから、神社としては縁結びや夫婦円満の御利益を掲げています。その他にも眼病平癒のお守りなどを売っていました。お稲荷さんのある神社は多いです。赤い連続鳥居はお稲荷さんの特徴です。
この地域には七夕伝説があり、剣流星の星神社、食女星の七夕神社、庄内川を隔てた二つの神社に、悲しい七夕伝説が残っています。その昔、小田井村に、一人の若者が暮らしていました。そして、その若者は、田畑村に住む娘と出会い、恋に落ちたのです。恋に落ちた二人は、その後も逢瀬を重ね、その日も再会を誓い合っていました。しかし、約束の日、村は、稀に見る大雨で、いつもの伊能の渡し船は使えないので、泳いで渡るしかありません。しかし、庄内川は、今にも堤防が決壊しそうなほど増水していて、とても泳いで渡ることなどできそうにない状態でした。若者はとても悩みました。娘は、きっと自分を待っている。意を決した若者は、庄内川に飛び込みました。普段は、緩やかな流れを称える庄内川も、その時ばかりは龍が暴れるが、ごとくの激流。自分を待つ娘のところに行きたい。その一心で、必死に泳いで渡ろうとしたのです。水の勢いは増すばかり。その流れに抗い、必死で、娘のもとへ向かう若者。しかし、若者は力尽き、ついに濁流に飲まれてしまい、娘のもとへたどり着くことはできませんでした。数日後、娘に届いたのは、琵琶島あたりに若い男の水死体が上がったという悲しい知らせでした。娘は悲しみに暮れました。そして、昇進のあまり、庄内川に身を投げてしまったのです。天に昇る星となって、お互いを見つめ輝き合う二人。村人たちは、剣流星は小田井村の若者、食女星は田畑村の娘だと思ったそうです。庄内川を天の川に見立てた、このような悲しい七夕伝説が残っています。以上、星神社公式サイトより引用させていただきました。さて、庄内緑地へ戻ってきました。今日のカメラの紹介です。今日使っているカメラは、ホークアイ、ファイアーフライ10。海外のレビュー動画を見ると、X と言ってますが、多分これはローマ数字で、10のことだと思います。今までは、電子手ブレ補正をオンにして撮っていましたが、ここからは、手ブレ補正をオフにしてジンバルに取り付けています。これで、このカメラの本当の実力が見られます。そろそろお時間となりました。まだまだ不慣れな私たちですが、楽しんでいただけたでしょうか？当チャンネルは、名古屋を起点としたお出かけ動画を題材として、ボイスロイドなどによる楽しい会話を提供し、視聴者様が楽しめる動画を目指しています。チャンネル登録していただけば、最新の動画などにアクセスしやすくなります。ぜひチャンネル登録してくださいね。それが私たちの活力になります。最後までご視聴ありがとうございました。